最後の曲です。最後に歌わせていただく曲も愛さんなんですけど、愛さんのハピネスという楽曲を歌いたいなって、最後に歌わせていただきたいなと思います。この曲を最後に選んだ理由が、そう、先月色を変え始めまして、名前がコウくんっていう、幸せって書いてコウくんっていうんですけど、コウくんの誕生日が1月17日で、1月17日の誕生花がコチョウランって言って、コチョウランの花言葉が幸福が飛んでくる、幸せが飛んでくるっていう子を取って幸福になりました。このハッピネスを皆さんに聞いていただいて、本当に皆さんに幸せを届けたいという思いを込めて、最後この1曲を歌わせていただこうかなって思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後1曲聴いてください。愛さんのハッピネス。次で最後の曲です。ぜひ盛り上がっていってください。それでは聴いてください。ハピネス。余裕がなくて優しくはなれない、そんな時でもしてる時間を削ったとか思ってなかった。でも一人になった時なんか分かった気がした。一緒にいれることの幸せ、本当に君に会えてよかった。広がる
ありがとうございました。ありがとうございます。最後に愛さんのハピネスを歌させていただきました。ありがとうございます。3回目のライブがもしかしたら一番緊張していたかもしれないぐらい、後ろでそわそわずっと早口で、もう早口でマネージャーさんにずっと話聞いてもらってたんですけど、もうここに出てきて歌った瞬間に緊張が一気にほぐれました。本当にありがとうございました。はい、そして私のピアノを弾いてくださったのあかりさんでした。ありがとうございました。はい、そして私の CD がそこでこれから販売になるので、このようなライブ終了後に販売になるので、よかったら遊びに来ていただけたらなって思います。もちろん購入していただいた方にサインももちろんつけさせていただくので、よかったら遊びに来ていただけたらなって思います。はい、ということで今日は本当にありがとうございました。ひなのでした。ひなのさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。夕方に見るね、ひなのさんも素敵でした。ありがとうございます。ひなのさん16歳なんですよ。私24歳なんですけど、私より大人っぽくてもう本当に可愛らしくて素敵な歌声でした。今日ね、私の友達が来てくれてるんですけど、ひなのさんの歌を聴いてほしすぎて今日来た方がいいよって、そうなんです。ありがとうございます。いかがでしたか？なんか最後本当に風もちょうどよくて、なんか夜だからっていうのもあるし、めちゃめちゃ気持ちよかったです。よかったです。じゃあぜひ皆さん、あちらの方でひなのさんの CD 販売もあるので、はい、ぜひ手に取っていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。以上、ひなのさんでした。ありがとうございました。19時からシンガーソングライターの大北哲男さんです。お時間までしばらく。